夜中3時17分、いつも通り歌舞伎町なんですけど、いつも通りというとこう職質受けております。声かけられますか？結構すごいだるいです。まあでも今日は時間が大事なんで、今日は試合後じゃないんで、あの職務質問はこのままやりたいと思います。お願いします。協力お願いします。無理です。職務質問は応じないです。あ、てかおまりさん、そっち危ないからこっち来な。大丈夫です、パトカーでかぶしてるんで、いや俺らが気になるから、はい、そっち道路気になるからこっち来てください。お願いします。危ないそこだと。お願いします。いや、しないです。任意ですか？まあ、だから協力お願いします、うん、だからし協力しないです。お願いします。だから職務質問の意味知ってますか？職務質問の意味、職務質問って、はい、職務質問僕らされるあれありますか？はい、僕ら職務質問されるあれありますか？うん、なんかちょっと見ないでこうさーっと行かれたように見えたんで、見ないで、うん、あの信号を、いや、パトカーをですね、パトカーを見ないで、はい、僕パトカー目合いましたよね、どっちかに。お兄さんか。僕のこと知ってますよ。知ってますよ。なんで上野で行く、なんで上野で、ここ歌舞伎町なのに上野なんで移動したの？これっすよね。なにこれって。これって何ですか？いや、自分でこの前言ってましたよ。自分で何つってました？出ねえ、バカかお前。出ました。出ねえよ、とりあえず職務質問応じねえよ。なんか YouTube とかやられてるんですか？動画撮影してますけど、うん、さっき。はい、してます。うーん、なんていうあれでやってんですか？まあ別に何も言わないんですけど、とりあえず職務質問応じないです。多分ユシマの時はなんかお兄さんが違反かなんかして、うん、多分見してくれたんですよね、全部。違反してねえ、バカが。違反したんだろ、切符切られてんだろ、満点だバカ。多分大丈夫っす。バカかお前ら。オッケーっすよ。お疲れ。まさかの2分で終わりました。生まれて初めて。運転さん、一応車運転してるからちょっと免許証あるかだけ見せてください。生まれて初めて2分で職務質問終わりました。2分、すごくないですか？すげえんだけど、ま、過去に取り締まり関係とかもないですよね？なんもないです。車も運転さん？車は友達です。助手席の方。名義は合ってるかだけちょっと確認させて。やだよ。ん？やだよ。名義合ってるかだけ。俺の車じゃねえもん。あ、違うんすか？うん。どなたっすか？別に前に言う必要ないだろ。確認させてください。無理だって。義務がない。だから義務がない。はい？義務がない。まずやってる途中に充電が切れました。今動画撮ってたら充電が切れちゃって途中で終わっちゃったっす。もう今職質終わって帰ってます。まさかのまさかの2分ちょっとで終わりました。生まれて初めてこんな早い、こんな長く。なんか前に僕のこと職質したことあるらしくて、それで終わりました。喉がガラガラすぎてごめんなさい。とりあえず今までで一番早く終わった職務質問でした。チャオ。Cause I've been living life right like I could just die.